川辺が背後を取る。内に入ってきた柏、うん、先制はサンフレッチェ広島。うまく左サイドのコンビネーションで崩しました。ボールには触れた林でしたが勢いは殺せませんでした。そうですね、空いたスペース柏がうまく使いましたし、まあ、コントロールからシュートまでが非常に早かったので、新時のディフェンスとしてもちょっと間に合わなかったという感じですかね、はい、まあ、スペースを埋めるのは誰かという感じだったとは思いますけど、このスペースをね、渡辺ずれるのか橋本健とか落ちるのか。